ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がポルシェ GT3 2019年式6000キロ、こちらの車両になります。やってまいりました。やってまいりました、はい、でもなんか最近見たような見てないような。そうですね、はい、最近すごくあの見た既視感がありますけれども。そうですね、はいはい、ユージさんに納車させていただいた車と同じ 991.2GT3 をご紹介するタイミングが来たということで。そうですね、はいはい、私ワクワクが止まりません、はいはい、そしてあの動画まだ見てないという方はちょっとそっち見ていただけると、うん、そうですね、まあ、話が分かりやすいのかなと思うんですけれども、はい、あの動画から見た方だとちょっとあの結構ポカーンだと思うんですけど、はい、あのずっと仲良くさせていただいてたんです。うん、そうなんですよ。もうお付き合いは結構長いので。そうなんですよね、はい、で今回ちょっと動画撮らせてもらえませんかっていうことで、うん、まあ、ちょっとワイワイ、はい、だから知らない人が見たら、うん、あのズーズーしいあの喋ってる若いやつは誰なんだっていう、はいはい、感じですけれども。プライベートまでってことはないですけどね、いろいろこうお付き合いが、ね、そうですね、割と近い距離感でやらせていただいてるんで、はい、ちょっとこうズーズーしいやり取りもちょっとお届けした感じなんですけども、はい、ちょっとそんなユイさんが乗ってたのと同じ 991.2GT、ゆいさんもいろいろ紹介してたんで、うん、ちょっとあの外装の紹介はふわふわっとでいいのかな。あ、そうですね、はい、車自体はね、はい、あとはまあ車的にはもう皆さんご存知の通りの車だと思いますので、僕があんまりこう詳しく掘り下げるまでもないと思いますので、はいはい、ちょっと外装をふわふわっとご紹介させていただいて、うん、まあ、ちょっと今回市場メインでそうですねお届けしたい。やっぱり走りの車なんで。そうですね、はい、やっぱり走ってなんぼだと思うんでです、はい、そんな感じでお届けしたいと思います。でまずちょっとそうは言っても外装エクステリアから軽く触れていきたいんですけど、うん、まあ、この辺も有名な話なんですけど、もう車が思いっきりレーシング直系の車なんですよね。はい、そうですね。で今回ちょっと改めて勉強したら、うん、これ生産ラインとかその完成後のテストなんかもレーシングカーと同じラインで作ってて、同じサーキットでテストしてるらしいですね。で思いっきりもうレーシング直系の車でこうストリートに落とし込んでるっていう、そういう立ち位置になってます。で知らなかったんですか。知らなかった。まさかエンジンはもちろんそのレーシング直系のエンジンじゃないですか。そうですね、ラインまで同じとは全然知らなかった。あ、そうですか、はい、で、まあ、ニュールで何秒とかってやってるんで、まあ、近いことはやってるんだろうなと思ったら、はい、そうじゃなくて全く同じ、うん、はい、ラインで作ってるらしいです。そうですね、はい、で一応車のコンセプト的には、まあ、空気抵抗は増やさずにダウンフォースをアップさせるっていう、まあ、991の普通の彼らとかから比べて、うん、まあ、そういうことをいろいろやってると、うん、というわけで、まあ、バンパーなんかも、もうすごくダウンフォースが考えられた、はい、まあ、おなじみの形状になってますし、はい、まあ、あとはこの辺がダクトがついたりとか、まあ、特に昔の車の作りと違ってこうなんかいろいろ足していってこうダウンフォースを稼ぐっていうんじゃなくて、うん、まあ、シミュレーションがすごく進化してるんで、はい、まあ、その辺を多用して、うん、まあ、バンパーの形状とかエアの取り込みなんかを変えてダウンフォースをすごく稼ぐっていう仕組みになってるんです、うん、であとは、まあ、ブレーキのダクトがあって、はい、まあ、ブレーキがガンガン冷やせて、まあ、ダクトも引いてありますからね、うん、そうですね、はい、まあ、ガンガン使っていただけると、うん、そしてライトは今回の車は、LED の PLS 付きのタイプになってる、はい、はい、でこれも、うん、それだとここ LED が4箇所光るんですよね。はい、そうです。これやっぱりかっこいいなと思ったら、かっこいいですね、はい、そしてあとはちょっと前ここ触れていいですか、うん、ユイさんの動画で、うん、このポルシェの馬がフェラーリの馬と一緒なんですよ、うん、諸説ありますって、うん、はい、ユイさん、うん、僕ちょっと諸説の方を言っていいですか、うん、はい、ユイさんの説明されてたのは、うん、これドイツの空軍にこの紋章がついてて、うん、まあ、それが戦争の時にイタリア軍がその飛行機を撃ち落として、うん、でそれがなんか勝利のなんかそのなんていうシンボル的なもので、まあ、回り回ってフェラーリに行ったっていう説だったんですよ、うん、はい、で諸説の方は、うん、この馬と、まあ、もちろんそのフェラーリの馬が全然別の馬って、うん、っていうのはフェラーリの方の馬ってオス馬なんですけど、うん、こっちの馬ってメス馬っていう話なんですよね、うん、なんでそのニヤニヤしてるんですか。いや、メスとオスをどう見極めるのかなって思ったの。いや、らしいですよ。こっちがなんでメス馬かっていうと、そのシュトゥットガルト、ポルシェのその本社がある、はい、あれがそもそもなんかその牝馬の園、はあ、シュトゥットガルトのガルトのところがガーデン、はい、メス馬の園、はあ、っていう意味合いらしいですよ。はあ、だそのシュトゥットガルトの紋章なんですよね。なるほど、はい、そう、それは、はい、僕はそのイメージでした。シュトゥットガルトの紋章のイメージを僕はそうだと思ってたの で, そうそうそうで、あっちはメス馬なんでフェラーリの方はオス馬だっていう、だから同じ馬じゃないっていう説が、ね、これも諸説あります。どっちが合ってるかは分からないです。そうだね、はいはい、っていういろんなこういう話もあるという、うんうん、はい、そして横に回っていきましょうか、はい、
今回のお車は、うん、スタンダードのブレーキそうです、はい、ただこれもあの予習し直したら、うん、フロントリアはともに380倍なんですね。そうなんですよ。前後差別がないんですね。なしです、はい、普通の車ってこうリアの方がちょっとちっちゃくなってたりそうですねするじゃないですか、うん、でしかも、まあ、スチールで、はい、あの380倍ですから、うん、もう全然車のこのサイズから比べたらかなり強烈なブレーキ。いや強烈ですね、まあ、宇宙一止まる車を作ってるメーカーですから、はいはい、もちろんカーボセラミックになると400倍超えてくるとんでもないのがついてくるんですけど、そうですね、あのこの辺も結構車のキャラクター違うんですよね、うん、はい、結構カーボンセラミックだと、うん、まあ、もちろんその耐熱性が良かったりだとか、うん、あとはその耐摩耗性が良かったりとか、うん、っていうのがあるんですけど、うん、結構その重量が違うんで、うん、足元の、はい、乗り味にも結構違いが出てくるとかっていう、うん、あとサーキットユースなんかだと逆にスチールの方が、うん、はいはい、メリットがあったりとかっていう。そうですね、のまあ、普通にねあまり GT3 だからってさっきとガンガン走る人いないと思うんですが、そういう時に限って言えばあのメンテナンス性とかいろんなことを考えると、まあ、コストパフォーマンスに優れるかなとは思います。まあ、そんないろんな違いがあるみたいなので、まあ、今回ご紹介してさせていただくのはこのスチールの一番スタンダード、うん、はいはい、でもねブレーキに関して言うとキャリパーが大きいのってすごく見た目迫力あるじゃないですか。でも絶対的にストッピングパワーというか制動力ってやっぱりリスク系だと思うんですよね、うん、全体的に。でポルシェはだからもうさっきも土言ったようにオーバーキャパシティなぐらいなブレーキついてるから十分スチールでいけると思います。どちらにしても使い切れないです、ね、どっちにしてもね、はいはい、そしてあのダクトなんかもフロントで言ってましたけど、うん、引いてありますんで、まあ、冷却なんかもすごく考えられてる、はい、まあ、そのままさっきと持ってくる車ですからね、うん、はい、そんな感じのブレーキになっております。そして当然のセンターロックと、はい、であとホイールは単独ホイール、うん、はい、そうです、前後20ですね。そうです、はい、こちらが装着されてる、はい、サイズ的にはフロント 9J リア 12J、はい、そして、タイヤの方がミシュランのカップ2、はい、フロント245リア305、うん、はい、こちらが装着されております。素晴らしいね、はい、で溝の方も、うん、まだ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 全然、はい、少ないですしですね、はい、あとはあれだね、タイヤの状況なんかは後で試運転した時にね。そうですね、ちょっと確認してみたいと思います。そうですね、ちなみに、うん、18年製造の、はいはい、新品装着、あ、新車、新品じゃない、新車装着のタイヤでございます。はい、そしてあとは、うん、まあ、横なんかもちょっとエアロ形状になってたりとか。そうですね、あとは中でちょっと触れたいと思いますけど、うん、あの復習したら、うん、これ電化具がついたのって991からなんですね。991からですね。知らなかったです、うん、けどついてないです、はい、ついてないですあれ、あ、GT3 はね、はい、ついてないです。そんなのもありつつ、はい、まあ、まあまあでも言っても991、ついたって言ってもオプションですからね。そうですよね、うん、はい、そんなのもあって、はい、でリアが先ほど触れました 12J の、うん、はい、これがいいですよね本当に、はい、いい感じのコンクエで、だから本当にこのまんまでもいいし、あのイメチェンするんであれば履き替えてもいいと思うんですけど、うん、あの塗るっていうのはやっぱり、うん、はい、すごくいい選択肢なのかな。だね、うん、まあ、グロスブラックだったりとか、はい、いいと思います。またシルバーだったりとかね、はい、ボディカラーが白だからまたあの黒とか、ね、黒系とか濃いめのグレーとかいいかもしれないですけど、それね他のボディカラーだったらまた違う色に塗ったりとか、十分見た目通用しちゃうしね、はい、このデザイン。あとボディの話でいくと、はい、一応彼らと比較すると 44mm ぐらいワイドになってるということで、はい、リアがもうこう迫力の、うん、はい、まあ、911も昔のクーレー時代から比べたらだいぶもう出ちゃってますけど、相当だよね今ね、うん、まあ、そこからさらにこう出てるんで、はい、後ろ姿がかっこよくないですか、うん、めちゃめちゃ迫力があるというか斜め後ろからのシルエット出してございますですね。そしてあとは、まあ、車高の方が、普通のよりも 25mm ぐらい、うん、ローダウンされてる状態みたいです、うん、ただリフターがついてるんで、はい、リフターで 30mm ぐらい上げられるんですよね。そうですね、なので使い勝手はまあ普通の、うん、普通のというかスタンダードのモデルとほぼ変わらないんじゃないかと、はい、であとはリアに回っていくとこれ全部カーボン製なんですね。はい、そうです、この下側まで全部カーボンということで、はい、でここだけファイバーなんです、うん、そうです、これですね、はい、これだからもう全然強度必要ないところはファイバーにして、はい、で強度ががっちり必要なこのウィングに関してはドライカーボンできてると。でこれも991からすごい微調整して、あのダウンフォース 20% ぐらいアップしてるらしいですよ。はあ、2センチぐらい上げて、そう高さ違うんだよね、はい、で位置的にもちょっと後ろにしてダウンフォースを最大限稼いでるらしいです。あれ形状も違うんじゃなかったっけ、これちょっと違った
形状も多分違うと思います。そうですよね、確かね、はい、この辺をだから少しいじって位置も調整して、はい、思いっきりリアルのトラクションかかるように再調整してるらしいです。すごいですね、はい。そしてあとはリアに関しては素材見直して 20% ぐらい軽くなってるらしいですよ。ボリューデータかなんかのバンパーになってる、はい、でこの辺なんかもしっかりやってる。あとはもう下回りの造形がすごいですよね。真っ平らですもんね、はい、そうですね、はい、もう本当にサーキット直径、うん、サーキットそのまま行ける、はいはい、そんな仕様になってます、はい。じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。はい、どうぞ。これ内装も素敵なやつが入ってるじゃないですか。そうなんですよ、はい、今回の車はクラウドスポーツパッケージ入ってるってことで、はい、ロールケージと、うん、あとはこれ6点なんですね、シートベルト。あれ5点じゃなかったんだ。5点じゃないですよ。ごめんなさい、下が1、2なんで。あ、そっかそっか、6点なんですね、はい、6点シートベルトと、まあ、あとはおなじみ消火器、はい、はい。でこのロールケージがドイツモータースポーツ連盟認定のやつらしいですね、うんうん。だちゃんと何ですか、もう強度的にもそうだし、そのレースのレギュレーションなんかも当然クリアする、うん、はい、やつになってると。でこれはそうでしょう、まあ、当たり前の話じゃないかなんですけどでこれってしかも後ろだけかと思ったら、あの前にもゆくゆく足せるようになってるんですよ、うん、そうですよ、オプションで。あの知りませんでした。 A ピラーのとこ貼ってこうやって全部できます、はい、あと運転席の横のサイドバーとか。そうなんですよね、ここのだから、あ、そうです、もう剥がせるようになってて切ってあるんですよ、ちゃんと。でこれボルトで止めてできるようになってると、はい、うん、こんな市販車ありますねえなんかはい、言ってみたら GT3 ってもうすでにその RS じゃなくてもうそこ飛び越えてカップカーありきで作られてる感じだから、うん、さっきの冒頭の話じゃないですけど、もうそのレースディビジョン的なあの制作過程にでもう作られてニュールでテストしての繰り返しだから、それを本当に行動に落とし込んでる感じ、ね、そうですそうです、うん、で当然これ FIA 国際自動車連盟、うん、あ、自動車連盟ももちろん適合してるんで、はい、まあ、国内のレースなんかも、うん、はい、もう全部適合という、最高ですね、はい。そしてステアリングも当然このアルカンターラのステアリング、うん、これが360倍、うん、もうこの適度なサイズと、うん、はい、この握り心地と、はい、ただこれこのスウェード地が結構その逆に滑るとか、うん、ユウさんも確かおっしゃってましたよね。そうですね、滑りますね、うん、だこの辺は好みでちょっと触ってもいいのかなっていう、僕は例えばこう逆かもしれないですけど、たまにアウディなんかでも確かあったかな、トップとこのボトムのところ、はい、この下側のところですよね。そう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 、はい、そこをアルカンタラ残して実際に握るところをパンチングレーザーとかにしてあげれば、素手で握っても結局アルカンタラだったりスエードだったりって、はい、レーシンググローブありきのものなので、やっぱり素手だとやっぱりつるっと滑っちゃうので、うん、まあ、その辺は、はい、カスタマイズしていただければお好みで、ね、そしてうちの場合はテックアウトがありますので、はあ、そうですね、いかようにでも、あ、最高ですね、カラーも素材もできちゃいますので、あ、確かにそれいいですね、この辺触っていただいてもいいのかなと。でさらにもっと言うんであれば、はい、このシート、はい、この背もたれと座面がマジックテープなんですよね、うん、そう、これね、はい、じゃここだけチェッカーにしたりとか、うん、できるんですよ、ここだけ。あ、このクッションをね、そうです、はい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 、これだけテックアウトで作ってもらえば、うん、ここだけ色をクラシカルなチェッカーとか千鳥光色もできるんですよ。あ、かっこいいね。そうなんですよ、できますよ、ユージさん、はいというわけでこんなこともカスタマイズも割と簡単にできちゃうと。そうですね。そしてもうおなじみのショートシフト、はい、これ僕知らなかったんですけど、はい、コメントでなんかアクセルオンのまんまシフトアップできるとかっていうね、ちょっと今日壊さない程度に試してみようかっていう。ちょっとやってみましょうよ、はい、ちょっと僕も恥ずかしながらシフトダウンのことは分かってましたけど、なかなか試す機会ないですね。ないですね、僕は。どっかに書いてあるかと思って調べたり説明書見たりしたんですけど、書いてなかったんで、はい、あ、ないんですね。なるほど。説明書も土方さん端から始めに見ました、説明書。いや、見ないですね、正直。説明書、これ GT3 の説明書って、はい、なんかサーキット行くときこうしろよっていう項目も全部あるんですね、うん、はあ、ここチェックしなさいみたいな。なるほど、はい、多分そういう前提なんですよ、はあ、なかなか普通の車で、うん、サーキット行くときここ点検してくださいねとか、うん、こここういうふうに調整するんですよとかってないじゃないですか逆に否定的ですよね、だってね、普通はね。それがちゃんと説明書にも載ってるっていう。さすがレース直径、はい、そしてあとはシフトの話でちょっとつながるところでいくと、うん、当然 PDK とマニュアルありますけれども、はい、6、7がなんかギア比が違うみたいですね、うん、当然マニュアルなんで7速ないんですけど、はい、はい、その代わりこう詰めてある感じで、うん、はい、だから途中の 1,2,3,4,5 までは一緒みたいです。あ、一緒なんですか。あ、なるほど。6、7がちょっと PDK とあれ違うと。
でもちろんその0-100のタイムは違ったりとか、ね、LD が違ったりとか、その辺の違いもちょっとあるみたいです、はい、うんうん、じゃ続いてボンネット、もうボンネットも説明不要だと思うんですけど、全くいらないんじゃないですかおなじみな感じです、はいはい、ただこっちあの消火器がヨジさんのここに積んでありましたけど、うん、そうですね、はい、この車の場合、はい、助手席の足元一応もう設置済みです、はい、あれやるとちょっとこれレールというかそのスライドの前後が、うん、はいはい、マックス前までそうですね、はい、ただ後ろこう乗り降りしないんでですね、はいはい、まあ、特に邪魔じゃない、で僕個人的に GT3 所有するなら消火器は設置する派です。あ、なるほど、なんかそれっぽいじゃないですか、確かに演出も、はい、あとは意外に実用性がいいんですよね。そうなんですよ、うん、で深さもあるしね。そうなんですよ、機内持ち込みサイズぐらいだったら入っちゃうと楽勝です、はい、あのこう四角いから余計でしょうね、使いやすい、使い勝手も意外にバッチリです、こんなトランクになってます、うん、じゃあ続いてエンジンルームを見てみたいと思います、うん、はい、とは言っても、うん、まあ、基本的にはそうですね、もうこの方から全然見えなくなってるんですよね、はい、で一応スペック的には、うん、一応 3996cc、はい、500馬力ということ、すごいね、はい、でもこれがカップカーとか、うん、レーシングのやつをデチューンした感じなんですよね。はい、そうですね、はい、まあ、デチューンって言ってもそんなにこう大幅にやってるんじゃなくて、まあ、ストリートに落とし込んでメンテナンス売りにするためにいろいろちょっと変えてると、はい、だとはあのちょっと発見したんですけど、あのクラッチデュアルマスなんで、そう、あの街乗りちゃんと考えられてんだなっていう。そうなんですよ、うん、で当然シングルマスの方がダンパーがないから、これ、はい、あの詳しくない人だと何言ってんだって話ですけど、うんうんうん、あの要はエンジンのその駆動をつなげるときにダンパーがあるかないかなんですよね、うん、そうです、でダンパーがあるとこうソフトにつながるんで、そう、まあ、ソフトにこう発進できる、そうです、はい、でないと、まあ、リジットにこうがっちりつながるんで、うん、グッて出られるけど、うん、逆にこうぎこちなくなっちゃう、そうですね、はいはい、そんな違いがあるんで、まあ、結構いろいろ調べていくと違うんだなと、うん、はい、一回整理する感じですけど、はい、あの前期要は991.1 って、うん、マニュアルの GT3 がないんですね、うん、ないです、マニュアルないですよ、はい、はい、で、うん、後期になって、うん、まあ、復活したというか、はい、はい、でまあ、その辺がなんかすごくこうサーキットから下に降りてきてる車であるけど、なんかこのユーザーの意見をすごくなんか取り入れてるというか、うん、を感じます、うん、はい、っていうのは PDK よりなんか30キロぐらい軽いんですよね、はい、はい、でわざわざ前期で、うん、いや重くなってもその走るために PDK にするんだって言って、うん、PDK を採用しときながら、うん、はい、遅くなっても、うん、はい、もうその前期の時に軽いは正義じゃないんだなってみんなに見せといて、はい、で後期でちゃんとマニュアルを戻してくるという、うん、だからなんかすごくユーザーのことを、うん、はい、考えてる、考えてるっていう意見を取り入れてるメーカーなんだなっていうのはちょっと再確認しました。で、あとはそのメカニズム的なところでいくと、うん、一応 LSD 入ってますけど、これ駆動が 30%、うんうん、減速が 37% ということで、はい、なんか乗った感じもっとなんかガンガン効いてる感じですけど、そうじゃないんですよね、うん、そうじゃないです、はいはい、ただ LSD って難しくて、あの100か0かっていうと、そのど、なんていうんですか、どういう効き方か、あと駆動、何駆動引け、なんていうの、駆動方式によっても味変わっちゃうんで、うん、何とも言えないですけどね。あとはもちろんこれ、あのポルシェトルクベクタリングと組み合わせての話なんで、はい、そうですね、まあ、その辺はベストなところに車を持っててくれるのかなと、はい、であと、まあ、その足回りがすごく軽く作られてたりとかっていうのもあるんですけど、いろいろ勉強したら、なんかエンジンがリジットバルブコントロールとかって言って、うん、あのロッカーアームがなんか直接バルブを押すみたいな表記あったんですけど、いや詳しく書いてなかったんですよ、はい、あでもそうかもしれない、ラッシュアジャスター入ってないやつなのかなと。そう、あそうですか、やっぱり多分なぜかというと、はい、新車でも何万キロ走ってる車でも、あの違いなくタペット音っていうんですかね、なんか昔的に言うとそういう音が絶対するんですよ。なんかそれはシムで調整してあって、うん、それはあのメンテナンスフリーですよって書いてあったんですけど、うん、詳しいその機構の説明は書いてなかったんですよ、あだこれ詳しい方いたらぜひ教えていただきたいんですけど、そうですね、もしかしたらラッシュアジャスターレスになってその、うん、タペットクリアランスがもう一定になってるのかなっていうのはちょっと思ったっす。あそういうことね、はい、レスポンス絶対そっちの方がいいじゃないですか、ダイレクトだもんね、はい、あとはエンジンのところでいくと、もう同じ目ですから、もうドライ散布になってて、はい、コネクティングロッドもチタンなんですね、うん、すごいね、シャーシャーでそんなのありますあ、ね、でクランクのベアリングなんかも大結果になってるらしいですよ、うん、普通のエンジンよりも、なるほど、だから思いっきりもうレーシング長期で、当然給排気に関しては可変イーマニとスポイキで、うん、はい、がっちり固めてあるという、はい、完璧です。いやこれがストリートで体験できるってすごくないですか。すごいですね、だからもうなんかもう
なんかセールじゃないですか、もう。はセールじゃないですか。セール、はい、安いよねっていう意味で、ね、そうそうそう、はい、そういう意味で、はい、ああそうだね、はい、セール価格だと思います、ね、いや本当そうだよね、はい、でも、はい、ポルシェが GT3 をてかこのレインシュポルトモデルをずっと作り続けている、はい、だからこそ市販車に回してきても、はい、ツッチが言うように、はい、その無駄に高価にならずに一般ユーザーに提供できるっていう土台ができてるからね、はいはい、そもそもがすごいメーカーだよ。いやすっ、いや全然乗れちゃいますね、はい、いや移動する機会あったんですけど、なかなかこうやってマニュアル走り出す、うん、ましては高速なんて機会ないんで、うん、あごめん、はい、俺だごめんね、はい、はい、土方さんまさかのハンドワーク、はい、はい、そうだよね、ちょっと移動とかあるけどさ、はいはい、実際にその何キロ何十分ってなかなか乗るっていうのないじゃないですか、はい、僕らだって、はい、うん、ワクワクするよねこういう車って。であとは、うん、おなじみ 4WS がついてますんで、うん、50キロ以下は、うん、逆方向、うん、80キロ以上で同方向に作動する、うん、結構なんかその癖がちょっと受け付けないっていうんで、うん、オフにするっていうかその、うん、デリートキットみたいのつけてサーキット行く人は、うん、っていう人も中にはいるみたいですね。なるほど、うん、そうなんだ。だポルシェが時間かけて、うん、セッティングしてるやつだから、まあ、多分早く走るためにはあった方が、うんいいのかななんて勝手に思いますけど、うん、まあ、それだけいろんな走る人がいる車ということで、うん、ちょっとあとはいろいろ予習したんですけど、やっぱりストリート最強 GT3 ですね。そう、はい、うん、なんか RS まで行っちゃうと、うん、やっぱりこうストリート超えちゃってんなっていう、うんうんうん、確かにね、それは感じますね。まあ、もちろんそのストリートを超えちゃってる車をストリートで楽しむっていうちょっと非現実的な、うん、そういう楽しみ方もありますけど、うん、だって確かにそうだよな。ピット、はい、スピードの、 あの、うんうん、あれがついてたりとか、うん、ガラスがもうそもそもガラスじゃないっていうね、アクリルになっちゃってたりね。さすがにちょっとやっぱりちょっとデイリーユースにやっぱり、うん、ここギリギリじゃないですか。そうですね、っていうか頂点じゃないですか。ストリート頂点でしょうね、うん、でもこれですよ、うん、わかりますこれ、はい、この天井に何も入ってない感じ。そうですね、最高です。でもさ、はい、前にもさこうツッチーにと僕話したけど、はい、やっぱりねマクラーレンとポルシェは本当ルーフの素材っていうかこの鉄板の感覚すごい薄いですもんね。それでも補強が保たれるっていうのがすごいんだよね。車種周りだったりここでなんか合成を取ってない感じしますよね。そうそうなのよ、うん、下がなんかすっごくしっかりしてるそう、うん、イメージですけど、ね、はい、うん、そんなのを感じ取れるスキルもないんでイメージですけど、なんかそうですか、僕が乗ってもなんかこう下回りがすごくしっかりしてるなっていう、うん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 、そして一速で80キロぐらい出ちゃうギア比ですけど、はい、下道でスイスイ上げてっても全く問題ございません、はい、そうですね、はい、ちょっと今日シャキシャキ走っていいですか。はい、しょ、このウィーンっていうこのメカニカルノイズ最高じゃないですか。最高です。やおっべ、いやちょっとトルクがありすぎてちょっとギア比をミスりました今、はい、2速で120キロぐらいで出ちゃうんですよね、はい、だ今ベストは2速加速でしたね。そうですね、トルクがありすぎて3速でもグイグイいっちゃった、ね、いやいやグイグイいっちゃうね、すごいねこれ。もうスポーキが開いてました、はい、あと吸気の音めっちゃしますね。最高です。でも乗りやすいんですよ。乗りやすいね、はい、はーっていう感じじゃないですね。そう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 、これギア上げていいですか。はい、
できる。あ、できた。できる。もう一回やって。ちょっと待って。行きますよ。はい。ほら。おお。すげえ。こんな機能ついてたんですか。素晴らしいですね。知らなかったっす。知らなかったです。え、これじゃあめっちゃ早くシフトアップできるじゃないですか。できますよ。いいじゃん。鬼シフトできるね。最高です。いやでもいつもの癖でこうアクセルオフしちゃいますけど。そうだね。すごい。これはやばい。これはやばいっす。本当にどこまでも走ってきますね。飛ぶように走りますね。やばいって言ってる土のそのテンションがやばいよ。フロントの接地感全然抜けないし。そうなんだよね。やっぱりこう普通のカレラとかも乗せていただく機会あって、カレラとかって結構飛ばすと、まあ、もっと速度上げてってからですけど、ちょっとこうフロントリフトするような感覚、はい、わかります、あったりしますけど、全然ないというか、これからグーってなるんだろうなっていう気配もあんまり感じないです、それも加速状態で安定性がわかるからね。すごいよね、フロントが上がってる状態で。そうですね、ちょっと急加速してもあんまりこうフロントリフトする感じはあんまりない。でステアリングもなんかもう本当にどこまででもまっすぐ走っていく感じ、で適度な重さと、しっかり座ってる感があるね。パシッとフロントのタイヤの感じ分かるんですよね。そうだね。それってあの電動のこのチルトとテルツコつけてないのもあるのかなと思って。わざと。そうなのかな。まあもちろんレーシングだからそう重たい余計な機能をつけないっていうのも、もちろんあるけどね。でもその昔あのホンダの S2000 が、そのステアリングフィールの悪化を嫌ってチルトもテルツコもつけなかったじゃないですか。はい、そうですね。その辺のその取り付け方って結構重要なんだなっていう、でもちろんそれモーター間に入れたら余計こうフィールリングってこう離れていくじゃないですか。そうですね。だから軽量化の意味合いもあるんですけど、もしかしたらそういうのもあるのかなっていうのをちょっと感じました、これはちょっとあのどこまででも乗れますよ、いやどこまでも行っちゃおうか。これいいっすね。で今回の車は、この白いスポークロがついてるということで、で当然 GT3 ですからモード切り替えのこうダイヤルとかない、こっちのナビのこれだけついてると、そうですね、まあ、あとはみんな機能おなじみですからね、いやでもこれちょっとあのオーディオオンにしなくていいっすね、いやもう一切いらないっす、このロードノイズとこの後ろから聞こえるこの吸気排気、あとこの何ていうんですか、すごくメタリックな音。そうだね、機械が動いてる。そうそうそう。それとあれでしょ、あのおじさん2人がワーワー言ってるこのこの声でね。そうそうそう、それでどこまででも走ってきますね。いや本当なんか最近緻密に計算されるとか緻密に作られて、安心して安全でなんかいい車っていっぱいあるんですけど、やっぱりこうワクワクする車とかさ。そうですね。例えばだけど家帰ってガレージ置きました、やっぱりもうちょっと乗ろうかなっていう車ってないじゃないですか。そうですね、うん、いざ乗って楽しいっていうのはあると思うんですけど。そうだね、なんか楽しむために乗るというか。そう、でさ当然 GT3 こういう車ってさ乗る前からこうワクワクするじゃない。でもその想像してるワクワクとか想像してる自分のこの気持ちをはるか上に行っちゃうよね、実際に乗ると。あ、もう想像を絶する楽しさだみたいな。この、完璧なシフトダウン、車です。僕がやってるわけではございません。これスポーツモード入れないとこれにならないですか。そう、ブリッピングしないですよね。これ多分ね、
シフトの部分もね、こう絶妙なんだよね、ポルシェって。知ってました？この絶妙な長さと重さと重さ、はい、こう重くっていう、そう、はい、だからシフトノブだけこう外して持つとこんな重いのっていう。あ、でもだからこそ、はい、この入りの良さで、ショートストロークにしてもなんかね、ガッチガチで入りづらいとか神経質になるっていうこともないですしね。だから思うんですけど、多分ですけど、うん、このシフト の、 そのなんですか、ベースもすごくちゃんと考えられて設計されてんだろうなと思いました。そうだね。僕ミニのメカニックで、うん、結構そのショートストロークキットとかつけたりするんですよ、うん、はい、でメーカーいろいろあるんですけど、うん、あのメーカーによっては、うん、その台座の、うん、このシフトを固定してる台座 の、 その、うん、だいたいこう振動防止でゴムが入ってるんですよ。あ、はい、それをちゃんと変える金属のカラーが入ってるメーカーとかもあるんですよ。あ、それ変えると全然違うんですよ。あ、本当。結局ショートシフトになっても、うん、その台座がこう、うん、合成ないと、はいはい、ちょっとふにゃって感じするんですけど、まあ そうだね、そこからやると結構カチってなってたりとか、うん、あ、単純になんか市販車をこれちょっとシフトちょこちょこってやってっていうんじゃないんだろうなっていうのは、うんうん、開けてみてないですけど、うん、多分そうなってんだろうなって思いました、うん、だってさ、市販のマニュアル車でさ、シフトレバー の、 その支点力点の位置を変えて、はい、あのショートストローク風にしますけど、あれやったらもうガチガチで入らないからね。あとヘビーウェイトとかありますけど、うん、ちょっと辻詰まってない感じしますよね。そう、 そうなの、そうなの、ね、うん、本当バランスが悪いんだよね、はい、どっかに偏っちゃってるから、何かしらのそのセッティングが、そこメーカーがちゃんとこうセッティング出してっていうのは強いですよね、うん、強い強いし正確だからね。そうですね、うん、この3500ぐらいからのこのクオーンっていう排気と吸気が混ざってるこの音、うん、これたまんないね、うん、もうなんかコーナーが曲がってんじゃなくて吸い込まれてってるみたいです。あ、確かに勝手にシューって入ってる感じです、うん、そうですね、うん、あ、運転席とだいぶ感覚違うっすね。あ、本当ですか、うん、やっぱりこうハンドルとかシフトとかない分、うん、なんかこう全神経がお尻というかこう体に行くというか、うん、箱感感じますでしょ。感じます、うん、そうなのよ。ちょっとあの生まれて初めて M、46M3 乗った時思い出しました。あ、僕あれ 46M3 が一番最初に、うん、まあ、助手席ですけど、はい、乗ったその何ですか、ハイパフォーマンスな欧州車だったんですよ。へえ。あの硬さにびっくりして、何この箱が移動してる感じと思ったんですよ、うんうんうん、それまであの国産車とかしか乗ったことなかったんで。あ、それこそ何年前だ、20何年前ですよ、はい、当時新車の 46M3 乗って、うん、買ったと思って、そのぐらいなんかこうキャビンが知ってるしっかりしてる感を今思い出しました、うんうん、あとやっぱりちょっといろんなところを走りたくなりません？ なるね。高速だけじゃなくて、はい、確かに峠、ワインディング、はい、うん、それこそ新東名みたいな、うん、またあの真っ平らでまっすぐなとことか、あ、確かにね、ちょっと3速だと思う、トルクが入れすぎて、うん、普通かすかな、はいはい、はい、あー、いいっすね。どこまで行ってもあわわわわっていう感じが全くないっすないっすね、はあ、これはいいな。超絶オニシフトできますね。やっぱりマニュアルじゃないですか。マニュアルですそういう人たまにいます、はい、首都高とかでたまにいますよね、はい、速度レンジが一人だけバックってると、はい
いやこれやっぱりいいな、はい、シフトのこの形状と重さがいいですね。シフトノブの絶妙ですよね。絶妙ですねこれすごく。これ、まあ、やっぱりそう、はい、中立がすげえ出てるんですよ、はい、だすっごい分かりやすいです。硬いですよね、なんかブラブラしないですもんね、はい、ほとんど。ベースがしっかりすごくしっかりしてる感じです、うん。だからちょっとどこまで何をやってるのかがすごく興味あるんですよ僕。うん、わかります。作ってる時にね。そう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 、はい、だからこれも多分彼らのやつをすごく単純に短くして重くしただけじゃねえんだろうなと思って、うん、絶対違うね。だからどこまでパーツが違うのかなっていう、うん、だってさ7速マニュアルあるじゃない彼ら系で。乗った時あるないです。全然違うもん当然、当然だけどもう基本ベースがもう全く違うものだね。エンジンもどこまで違うのか知りたいんですよね、もっと詳しく。あ、そうだね。だってカップカーなんかは足回りの、うん、なんですかナックルっていうかアップライト、うん、もう全然違うんですよね。違う、全然。もっと 上にこう、そうです。移動してるっていう、はい、でもしっかりこういうドリンクホルダーとかは、うん、残ってて、うん、はい、そんなことないよ。本当ですか。うん、でのんびりいいと思ったら全然あとはなんかもうギア変えることない。ギア高めで。そうですね、はい、アクセルオンオフだけで、はい、全然走れちゃう。このさ低回転の5速6速でのさ、はい、この2000回転以下でのこう月がさすごくいいじゃない。アクセルの月がこれがなんかすごいよね、こうやってやった時に。そうなんですよね。普通だから、うん、普通のマニュアルの車こんなにパワーないやつだったら、うん、シフトダウンをもうせざるを得ないじゃないですか。そうだね。普通にアクセルオンだけでそこから加速して、うん、してっちゃう。そうそう、全然なんかそういう感覚がないからすごいなと思いますよ。だって大体スタートの発進の時もだってアクセルオンしなくても大丈夫ですもんね。そう、全然クラッチリリースだけでつながっちゃう。そう、もうアイドリングで走れるんで、うん、だからこそそのピークパワーの9000回転あたりをちょっと、うん、もうそこって購入しないと使えないじゃないですか。そうだね。車屋さんでそこ試すって言ったらちょっと、うん、ちょっとどうなんだろうなって。確かに、うん、そこはもうオーナーさんになっていただいて、うん、はい、購入していただいて。そうですね。今さ、こう、はい、なんていうの、はい、タイヤのグリップがこう失う感覚が全くないのよ、はいはいはい、なんかすごいパワーですごいレスポンスじゃない、はいはい、こんなにコーナーでさわざとバタバタ踏んでんのにさ、はい、なんかなんていうの、挙動が乱れる感じ全くないですよ。感じが全くないのよ。だから別に何してるわけじゃなくて、はい、表で見てる助手席で乗ってる人より、はい、運転手さんは別にみたいな感じなんだよね、はい、これがすごいなと思いますよ。だってニュルブルグリンクはあの速度で回る車ですよ、うん、名古屋環状ぐらいだったら多分もう居眠り運転でもいけるぐらいですよ。本当ですよそれぐらいのポテンシャルを持ち合わせてますよ。そうですね、すごいですね。いやでも、はい、こういうお車のオーナー様にね、はい、なれる方って羨ましいっていうのと、なんていうのかな、なんかさポルシェって高嶺の花っていうんじゃなくて、なんかもしかしていけんじゃねえみたいなとこあるじゃないですか。わかります。なんとなく、はい、じゃあ GT3 じゃないけどね、普通に彼らのマニュアルとか、
カレーライス PDK とか乗ってみようかな、はいはい、でそれでも楽しめたりするメーカーなんで、はい、そこがすごくいいです。だってランボルギーニで気軽にって言ったらないですからね。そうなんですよ、ウラカンになっちゃうじゃないですか。そうですね。でフェラーリ、うーん、カリフォルニア、うん、ローマ、うん、はい、でもうそもそもスタート地点はすごく高いじゃないですか、うん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 、でもポルシェってもちろんカレラもあるし、うん、ケーマンもあるしボクスターもあるし、うん、なんだったらこうパナメーラとか、うん、はい、カイエンマカンもあるじゃないですか、うんうん、でちゃんとなんかそれぞれにこうポルシェが感じられるじゃないですか。そうですね、はい、それってすごくいいなと思うんですよね、うん、ちょっと毎回未来の話しますけど、はい、ポルシェが一番最後までなんかこう粘りそうじゃないですか、うんうん、ハイブリッド化とか EV 化にならずに、はい、まあ、現状そういう風になってきてるんですけど、うん、BM とポルシェ今すごく頑張ってるじゃないですか、はい、結構メーカーによってはこう早々に見切りをつけて、うん、もうシフトしていくもんね。シフトしていってますよね、うん、だって前日アリーナで撮らせていただいたボルボ XC 撮影したんですけど、うん、はい、ボルボってもう純粋な内燃機関オンリーの車ってないんですね、うんうんうん、そうだね、ないね、もうハイブリッドか EV の設定しかないんですね、はい、うん、でアウディもホームページ開いて一番最初に出てくるのイートロンなんですよ、うん、でもうメルセデスももう軒並みハイブリッド、ね、でEV シリーズはもう全部揃っちゃったじゃないですか、はい、揃っちゃったじゃないですか、揃ったじゃないですか、うんうんうん、でまあいろいろ今情勢が不安定で、うん、まあ、ちょっと先延ばしになりそうな雰囲気はありますけど、うん、それでも多分それっていずれはやってくると思うんですよ、はい、だその時にポルシェ BM ってどこまでそのまま突き進むのかなっていうのは、うん、そんな中でポルシェは結構最後の方まで頑張るんじゃないかなって思ってますか、うん、だって992をまだあれでやってたんですよ。あ、992、あ、992か、うん、だって早々に別にハイブリッドにしそうじゃないですか。そうですね、確かに。まだマニュアルの設定を残して、うん、だからまあハイブリッドぐらいはだから分かんないですけど、うん、EV になったらだってマニュアルとも決別宣言ですよ、うん、確かにね。で、あと992は GD3 も出してるしね。そうなんですよ、うん、そうだよね。すごく頑張ってるな、頑張ってるなっていうか、うん、すごくこう、うん、積極的にやってるなっていう。そうですね。ただ、ごくごくわずかにというか少しずつマイルドになってきてるんですよね、うんうんうん、もうつい先日、東京店で、うん、991のターボ S と、うん、992のターボ S、はい、をたまたま在庫で同じタイミングで入庫してる機会があって、はい、ちょっと比較してみようって言って、うん、で外観いろいろ見て、はい、あ結構違うねなんて話して、はい、で最後エンジンかけてみたんですよ、はい、まあ、基本一緒じゃないですか、うん、全然音違うんですね。うーん、びっくりしちゃって、うんうんうん、どう違うの。いや992の方が全然静かなんですよ。やっぱりそうなんだ。全然静かです。あでレスポンスも確か991の方が良かったじゃなかったっけ、うんうんうん、はい、991の方がいい、はい、まあ、その止まってる時のブリッピングなんで、もしかしたら何か制御入ってるかもしれないですけど、はいはいはい、はい、全然991の方が何かその、まあ、止まってるだけのこうブリッピングだけでは音もいいし、なんかこう走り出そうっていう感じの何かこう、雰囲気、はい、なんか992って結構何かすごくこううまくこう調律されてるというか、うん、制御されてるというか、うん、で多分ですけどこの GT3 も992と比べたら、うん、結構音が違ったりとか、うん、するんだろうなっていう、うん、こうやっぱりスポーツカーでマニュアルでとか、はい、その好きな僕一個人というか、はい、一ユーザーというか、はい、からのやっぱりこうご要望としては、はい、ポルシェみたいなメーカーってガソリン車だったりとかこういったスポーツカーを存続してほしいんですよ。
だから例えば911だけはそうしますって言ったら他全部ハイブリッドでもいいからなんか作れっつってでこう割合的にどうしてもね作れないっていうんだったら本当に他のパラメーラーでもカイエンでもマカンでも全部ハイブリッドにしたいっつって全部EVにしたいっつって一極集中させる。そうそうそう。でも911はエンジン仮にだよ、仮にまあこれブーイング出るかもしれないですけど仮にね4気筒の2リッターになってもいいからマニュアルでこうフィーリングで楽しく走れるんだよっていう領域にいてほしい。圧倒的パワーとかじゃなくてボディ剛性とその軽いエンジン軽い車体でちっちゃいボディ車体で誰でも楽しめるような価格がうんぬんじゃなくて回しきれるエンジンだったりとかそっちの方向に振ってでもいいから残ってほしいなっていう思います。まあ、あとは結論としてはやっぱりマニュアル乗りたい方はゆうさんもおっしゃってましたけど、うん、今その買える、うん、マニュアル最高峰ですから、うん、GT3、うん、前期はないですし、うん、992っていう選択肢もありますけど、まあ、まあそうですね、うん、だ結構今新車注文しても時間かかるみたいですね。全然かかりますね、はい、うん、なんか992GT3、はい、はもしかしたらその何ですかカーボンブレーキのオプションがちょっと選べないんじゃないかとかね、いろいろ言われてますよね。情勢不安でパーツ供給が不安定みたいな。それもいつぐらいまでその状態になるかっていうのもまだ未定だし、うん、いろんなことがねちょっと悪いことが重なっちゃってるじゃないですか最近自動車業界にとっては。だから今後ちょっとどうなってくるのかな。この流れのまま EV シフトしていかれたら寂しいし、いやだからもう興味のある方でこの答えを、うん、まあこの答えに限らずですね、うん、まあ、この辺買える財力のある方はもうぜひ乗っていただきたいです、うん、僕はそうですね、はい、ぜひぜひ乗ってもらいたいですね。じゃあ最後になりますけども、買い取り強化中って毎回お知らせさせていただいてるんですけれども、結構中古車が今高騰してるんで、うんうん、ちょっと売ろうかなっていう方も多分少なくないと思うんですよ。はい、ただおすすめとしては、うん、直販できそうなお店に、うん、そう買い取りを、うん、はい、僕らも買い取りとか下取りの査定を、ね、させていただいて、それを業者販で違うところに売るっていうことを考えるか、もしくはダイレクトに店頭で売るって考えると場合ってリスクが違うじゃないですか。すぐ出せる、でもこっち業者販で売る場合、オークションだったりする場合、この僕たちが取った金額で本当に売れるのかなっていう心配もあったりするので、やっぱり直販できる、うん、はい、お店さんに査定を依頼するのが一番高値かなって思いますね。だからうちのその中古車のリストを見てもらって、うんうん、あ、俺の車ここに並びそうっていう方は、そうぜひもうどんどん各店に連絡いただければ、ね、かなり頑張れる可能性が高い、あ、高いと思います、はい、ぜひご相談ください。というわけで今回はポルシェ GT3 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。